どうも、菊之進です。今日は頑張ってくださいに代わる適切な敬語表現を8つご紹介します。こんなあなたにおすすめです。頑張ってくださいという言葉を薄っぺらく感じてしまう。目上の人やお客さんに頑張ってください以外の言葉をかけて応援したい。相手を勇気づける上品な言葉遣いのバリエーションを増やしたい。ワンパターンでありきたりな励まし言葉から抜け出したい。この動画では目上の人だけでなく、目下や取引先、お客さんに対しても使える相手を応援し勇気づける敬語を厳選してお届けします。それではどうぞ。1番目です。頑張ってくださいが失礼にあたる3つの理由。頑張ってくださいという言い回しは親しい間柄で使う分には問題ありませんが、ビジネスシーンでそこまで親しくもない上司や取引先の社長、大切なお客さんに対して使う場合は気をつけなければなりません。きちんとした敬語で対応しないと、この人は礼儀をわきまえていないなとか、上から目線だなと思われてしまうことがあるからです。なぜ頑張ってくださいが失礼にあたるのか、その理由を3つお話しします。まず1つ目です。目上から目下に使う言葉だから。頑張れという言葉は本来目上から目下に使う言葉です。そのため目下から目上の人に使うのは好ましくありません。その理由は、頑張るという言葉を辞書で引くと納得できます。次のように定義されています。困難にめげないで我慢してやり抜く。あることを成し遂げようと困難に耐えて努力する。つまり頑張ってくださいとは努力してくださいという含みのある言い方になってしまうんです。上司が部下に対して使ったり、親が子供に対して使う分には問題ありませんが、自分より目上の人に対しては使いづらい言葉なんです。2つ目です。命令文だから。〇〇してください、まあ、命令文ですね。命令文とは人に何らかの命令をするときに使われます。上位の者が下位の者に指示を出すときに使う文法表現なので、相手が目上の場合、嫌悪感を抱かれてしまう可能性があります。嫌悪感とまではいかなくても違和感を感じる人は多いです。そういったことから目上に対して使用するのは控えた方がいいでしょう。3つ目です。矛盾しているから。すでに頑張っている人に対して頑張ってくださいというのは思いやりの言葉としては矛盾しています。言われた人はプレッシャーを感じるんですね。これ以上何を頑張ればいいの、言われなくてももう十分頑張っているよとしんどくなる人は意外と多いです。ストレスの多い現代社会において、頑張ってくださいは相手にとって励ましよりもプレッシャーとして受け取られる可能性が高いのです。主観ですが、頑張ってくださいと言われてモチベーションが上がるという人はあまり見たことがありません。以上3つの理由から、目上に対して頑張ってくださいは失礼にあたる可能性があるんです。目上だけでなく目下に対して使う場合も気をつけたいところです。2番目です。目上に使える応援の言葉。それではここからは、頑張ってくださいとは別の言い方で相手を応援する言葉をご紹介します。目上だけでなく目下の人や取引先、お客さんにも使えそうなものを厳選しました。ぜひご覧ください。1番目です。ご成功をお祈りしております。ご成功をお祈りします、またはご活躍をお祈りします。少し堅苦しく聞こえますが、次のようなケースで使うと不自然さがなくしっくりきます。上司や先輩が一大イベントを控えているとき、新しいプロジェクトに着任したとき、昇進したとき、転勤や転職が決まったとき、また年賀状の挨拶でも使えます。例文はこちらです。明日のスピーチのご成功をお祈りしております。〇〇プロジェクトのご成功をお祈りしております。新天地でのご活躍を心から願っています。ご昇進おめでとうございます。ますますのご活躍をお祈り申し上げます。いかがでしょうか。いずれもその場に応じたふさわしい言葉になっていると思います。もう少しフランクな言葉で相手を応援したいなという場合は、うまくいくことを願っていますと言い換えてもいいでしょう。相手との親密さによって使い分けるといいですよ。2番目です。応援しております。応援しておりますや陰ながら見守っておりますは、実は僕自身一番よく使っている表現です。シンプルでどんな人に対しても差し障りなく応援の気持ちを伝えることができるからです。例文はこちらです。明日のイベントが成功しますよう応援しております。新しい挑戦がうまくいきますよう陰ながら見守っております。陰ながらという言葉を使うことで、張り詰めた相手の気持ちを楽にさせ安心感を与えることができます。3番目です。お気をつけていってらっしゃいませ。この言葉は相手を送り出す時に使えます。先輩や上司、お客さんがこれから出かける、外出するというシチュエーションで使えます。頑張ってくださいよりも丁寧で爽やかなお見送りができます。4番目です。お大事になさってください。目上の人や取引先の担当者、お客さんの体調を気遣う場面で使えます。くださいは命令文ですが、なさるという尊敬語が使われているので失礼な印象になりません。
風邪をひかれたんですね、お大事になさってください、早く回復することを願っています、といった感じに使えます。頑張ってください、早く良くなりますよと言われるとなんだかそっけない印象になりますが、先ほどのように伝えると言葉に深みがあって相手に気持ちが伝わりやすくなります。5番目です。ご無理なさらないでください。人は頑張っている時に頑張ってくださいと励まされるよりも、あまり無理しないでねと言われた方が嬉しかったりします。自分の頑張りを分かってくれているんだ、自分のことを心配してくれていると気分が楽になるんですね。あなたの周りで一生懸命何かに取り組んでいる、努力しているという人がいれば、いつも遅くまで仕事をされていて心配です、あまりご無理なさらずにたまにはゆっくりお休みなさってくださいなどと声をかけてあげるといいかもしれません。6番目です。信じています、〇〇さんを信じています、きっとうまくいくと思います、といった感じに相手を応援するのもいいですね。あなたを信じているよと言われて励まされた人は期待に応えようとさらなる実力を発揮できたりします。心理学ではこうした現象をピグマリオン効果と呼んでいて、他者からの期待はその人の成長を決定づける大きな要因になると言われています。大事なイベントを控えた人、これから大きな課題に立ち向かおうとしている人にこの言葉をかけてあげましょう。7番目です。励まされます。こちらも先ほどと同じようにピグマリオン効果を期待できます。〇〇さんの仕事を見ていると励まされます、エネルギーをもらえます、自分も〇〇さんに見習って頑張ります、といった感じに気持ちを伝えることで相手は嬉しいし、もっと頑張ろうとモチベーションが上がったりします。頑張ってくださいという声かけよりも心に響くものになるでしょう。8番目です。私に何かできることはありますか。これは2番目に紹介した応援しておりますを具体化した気遣いになります。相手に対して何かできることはありませんかと尋ねることで、この人は自分を心配してくれて応援してくれていると感じます。もしも相手が切羽詰まっていたら、言葉より先に行動してもいいかもしれません。冷たいお水やコーヒーを入れてあげるとか、その人がルーティーンでやっている雑用の中で自分でもできるものがあれば無言で手伝ってしまうとか、そうした小さな気遣いに人は心打たれたりするものです。余裕があればぜひ試してみていただけたらなと思います。最後まとめです。まずはじめに頑張ってくださいが失礼にあたる理由は3つありました。1、目上から目下に使う言葉だから。2、命令文だから。3、矛盾しているから。そもそも頑張ってという言葉自体が目上から目下にかけるものであり、目上に対して使うのは適していません。さらにもうすでに頑張っている人に対して頑張ってと声かけしても相手にプレッシャーを与えてしまいます。以上より頑張ってくださいを目上に対して使うのは控えた方が良いでしょう。次に目上に使う応援の言葉を8つご紹介しました。1、ご成功をお祈りしております。2、応援しております。3、お気をつけていってらっしゃいませ。4、お大事になさってください。5、ご無理なさらないでください。6、信じています。7、励まされます。8、私に何かできることはありますか。これらの言葉は目上だけでなく取引先やお客さんに対しても使えますし、語尾を少し変えれば目下にも使えます。今までに頑張ってください以外に何かいい言葉ないかなと思ったことがある人はぜひ今日紹介したフレーズを活用していただけたら嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。応援していますね。それではまた、さようなら。